の、できたら節の顔は嫌っていただけますか。この顔についてですか。他にも似てる方を見た。でしたらいつか語れると思います。ああ、もう少し待てってことだよ。野望言うなよマスター。ええ、節の顔はもともと節のものではないのです。アーサー王、遥か昔に死んだはずの王を節の故郷は再現しようとしていたから。今でもこの顔が嫌いかって。いえ、嫌いではないのです。ただほんの少し馴染めなかったのと、師匠がこの顔を嫌ってくれたのが嬉しかったんです。だから師匠には無理なお願いをしてしまいました。今でもこのフードは下ろしてますけど、自分が嫌いなわけじゃないです。ええ、きっと師匠やライネスさんと同じように、あなたがいてくださって節は嬉しいんです。